空の町一番の豪邸。この中に町一番の大金持ちが住んでいた。ウルトラマンキング、彼こそはウルトラマン一族の伝説的英雄。伝説的英雄、英雄。彼の300万歳のバースデーパーティーは明日に迫っていた。相続争いでスワッチ。このウルトラマンキングのパーティーに招待された名誉あるウルトラの戦士たちがいた。ウルトラマンレオ、職業流しの歌手。ウルトラマン太郎、職業銀行員。ウルトラマンエース、職業小説家などなど。そしてウルトラマン、職業サラリーマン。さて出かけるか。何をする。久しぶりだなウルトラマン。お前は偽ウルトラマン。さよ、私は偽ウルトラマンだ。今さら昔やられた仕返しをしようというのか。そんな無駄なことはしないさ。今日のキング氏のバースデーで彼の莫大な遺産を誰に相続させるかを決めるという情報を得たものでね。なんだって。だから貴様になりかわって私が財産を頂戴しようというわけだよ。そんなかわいそうだが投資してもらうよ。さてと出かけるか。あなた許しませんからね。今日はずっと家にいるって約束だったでしょ。お父さん、お馬さんしてくれなきゃ嫌、ね、だって今日はキング氏のパーティーなんだぞ。行かせてくれないの。ダメです。父ともあろう者が家族との約束を破っていいと思ってるんですか。太郎のとこは相変わらず親子仲睦まじいですね。ええ、太郎が何か粗相しないかと心配なもので。いつまでたっても子供なものでして。いや、親子の仲がいいっていうのは実に素晴らしいことです。あー、すまんすまん。いやウルトラマンさん、久しぶり。キング氏へのプレゼントを買うのに手間取って遅れてしまった。プレゼント、僕も買いましたよ。キングさんの好物のミトナット。ウルトラマンさんは何よ。はあ、私の安月給じゃ大したものも買えなくてお恥ずかしい限りですが。その絵は幻の名画、モナリザの苦笑い。こんなつまらないもので喜んでもらえるかどうか自信はないんですけどね。おい、一体どうしちゃったんだ。なんでこんな高価なものを。もしかして宝くじでも当たったんですか。なんだその不敵な笑いは。皆さん、今日が一体どういうパーティーなのかご存じないようで。今日はキングさんの300万歳のバースデーパーティーでしょう。今日はキング氏の持つ莫大な財産を誰に相続させるかを決める日なのだ。なんだって。ま、このプレゼントの心のこもり方を見ればキング氏はおそらく私に財産をくださるでしょうな。そりゃそうだな。ウルトラマンさん、ずいぶん汚いですね。プレゼントなんかでキングさんの心を釣ろうとして。財産はこの中でただ一人、立派に社長にまでなったこの俺がもらうべきだ。何を言うか、ジャック様が命上げと土地転がしで儲けたくせに。なんだと。そうです、僕のように一流銀行という社会的信用のある職業についているものこそが財産をもらうべきなんだ。親のコネで入社しただけのくせに。いつまでも親離れできないガキに財産なんて渡せるか。なんてことを言うんですか。いや、全くその通りだ。貴様らにはやったな。そうだ、一番強い者こそが財産を相続するべきなのだ。とは。財産は私のものだ。お父さん、一体どこ隠れちゃったのかしら。お父さん、しっかりして。こうして
てはいられない。キングさんのパーティーに行かなくては。ダメです。天井の掃除とガラス拭きだけは必ずやってもらいますからね。ああ、今日は財産の相続人を決める大事なパーティーなのにな。財産の相続ですって。あなた、何掃除なんかやってるんですか。早く行きますよ。キングさん。ウルトラマン、私は決めたよ。君だけにはビタ一門の財産も与えないと。反省しろ。しかし、他のみんなは一体どこへ行ったのか。あなた、そんなこと気にしないで、どんどん食べましょうよ。ウルトラマン、一体どこへ行きよったんじゃ。ウルトラマン。いや、遅くなって悪かったね。お先にいただいてるよ。さあ、皆さんもお食べになって、とっても美味しいわよ。どうしたんだ、みんな、そんな顔して。どうしたんだですって。よくもまあ、抜け抜けと。恥ずかしくないんですか。え、何のこと。何をする。あれだけ汚いことをしておきながら、まだとぼける気か。汚いこと。ウルトラの一族ともあろう者が財産を独り占めしようとして暴れ回るとはもってのほかじゃ。それは誤解です。おそらく僕になりすました偽ウルトラマンの仕業です。僕もそんな見えすいと言わんよ。あなた、あれは。ん、ああ、ウルトラマンがもう一人いる。そうです、あれが偽ウルトラマンです。キングさん、戦霊光線で正体を暴いてやってください。まあ、バレちゃしょうがねえ。ウルトラマン、サイダラ、迷惑かけたな。さあさあ、改めてパーティーを始めましょうか。ウルトラマンの疑いも晴れたことだし。いや、めでたし、めでたしですな。全然めでたくないんだよ。この落とし前、どうつけてくれるのよ。シュワジまったく、なんて日だ。こうしてウルトラマンの正義のヒーローとしての名誉と誇りは守られた。だが今の彼にはかつてのヒーローの面影はどこにもなかった。頑張れウルトラマン、明日こそヒーローになるのだ。ウルトラマンの朝は早い。家族の誰よりも早く目覚め、歯を磨き、なんだみんをして、顔を洗って、子供たちにちょっと気を配り、それから目を磨きながら外へ出る。そして新聞を読む。また税金の値上げか。だが彼はトイレが長かった。シャー、通勤電車でシュワッチ。行ってきます。行ってきます。気をつけるのよ。あら、あなたまだいたの。本当に毎朝トイレが長いんだから。やっぱり今日も遅刻しそうだ。大変
だ。電車じゃとても間に合わんぞ。飛んじゃえ。どんな問題、お父さんだって空さえ扉が遅刻しなくて済むんだ。ウルトラの星憲法第12条、公園以外の上空を飛行することを禁止する。しかし会社が、みんながみんな超音速で空を飛んでたら、建物のガラスが吹き飛んだり、電波障害でテレビが映らなくなったりすることは知ってるだろうが。罰金は全部で8万円だ。そんな。君、手を切ってどうすんの。うわー、すみません。まったく毎日これだもんな。どうして今日はこんなに暑いんだ。ラッシュだけでも暑いのに。なんでこんなやつが隣に座ってるんだよ。よりよってこんだけ離れりゃ大丈夫だろう。温度が寒すぎる。こんなやつまで、まったくもう。なんだ、電車の中でバナナ食うなっつうの。ここなら北斎。親父さん、ちゃんと何だ、見してから出てこいよな。できたら体中ちょっと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 、足踏んでるんだけど。あのですね、僕はそんな趣味はないっつうに。電車の中に僕の居場所はないのか。おお、天の恵みだ。ちょっと、そこは私の席なんですけど。ただ浮かんでるだけのやつにどうして席が必要なんだ。ああ、財布がない。いや、俺もない。私もない。いやいや、この中にスリがいるんだ。スリだ、スリだ、スリだ、スリだ。何ですか。こいつが怪しい。さっきからうろうろと歩き回ってたぞ。吸ったお財布返してよ。ふざけないでください。僕が財布を盗んだですって。そう、そう。待ちなさい。いいですか、僕は正義のヒーロー、ウルトラマンですよ。人様のものを盗むなんて、そんな悪いことできるわけがないじゃないですか。どうしても僕を疑うっていうなら証拠を見せてください。僕がどこかに盗んだ財布を持っているという。持ってますね。これはつまりその、誰が正義のヒーローだって。いや、その、あ、なんとか言ってみろ。そうっしょ。スリアルーミー、シュワッチ。なんでこうなるんだよ。まったく電車なんて嫌いだ。減点3点、罰金3万円。だいぶ溜まったな。はい、じゃあそういうことでよろしくお願いします。はい、じゃあ今度ぜひ本田の店で。よし、みんなご苦労、今日の仕事はここまでだ。販売部、販売課、第一販売係、係長、第二補佐、ウルトラマン、ただいま出社いたしました。君、今何時だと思っとるんだね。バルタン部長、申し訳ありません。
先輩のいないせいで大変だったんですからね。カネゴン君、すまん。あたし、軽蔑しちゃうわ。そんなことじゃ、君は一生出世の見込みがないかもな。バルタン部長なんか一発でやっつけてやんのによ。なあ、そうだろう、君。わかる、わかるぞ、あんたの気持ち。痛いほどよくわかる。地球でヒーローだったくらいよかったな。おばちゃん、酒。あいよ。昔はよかったな。懐かしいな。おばちゃん、このさんま生焼けだよ。うん、忙しいんだから我慢してよ。しょうがねえな。ちょっと焼けすぎが食べ頃ないんよ。そうかい。ウルトラの星憲法第9条、むやみやたらと光線技を使ったり火を吹いたりしてはいけない。わかってるね。減点10点、罰金10万円。そんな。まあ、元気出しなって。さあ。ねえ、ちくしょう。あの頃に戻りたい。サラリーマンのウルトラマンはうだつの上がらぬダメ男であった。だが負けるな、頑張れウルトラマン。愛する家族と住宅ローンのために。ウルトラマンの息子マックンの通うスクスクスクール。おはよう。レイ。シャ。授業参観でシュワッチ。わあ、遅刻遅刻遅刻。そこには厳しい校則がある。ほら、マックン。その1、廊下を飛んではいけない。ビシウム光線だ。何の放電光線だ。ほら、エリスケ、何やってんだ。その2、校内で光線技を使ってはいけない。ごちそうさま。ほら、残さずちゃんと食べろ。だって人参嫌いなんだもん。その3、給食を残してはいけない。ひどきち。その4、残した給食を火炎で焼いてごまかしてはいけない。学校の規則を、学校の規則を。あーもう。おじさん、いつもすみません。生徒たちには厳しく言ってるんですが。ああ、明日は授業参観だってな。きれいに直さんとな。授業参観。行ってきます。かっこいいところ見せんのよ。今日はお父さんもお母さんも出かけるからちゃんと留守番してるのよ。うん、わかった。お父さんがこれだけいい男だとマックも鼻が高いだろうな。何しろかつての正義のヒーローだもんな。いっしょっと。
どれにしようかな。あなた、早くしないと遅れちゃうわよ。お前こそ何慌ててるんだ、パックしたままで。あら、やだ。うん、お前パック取ってもあんまり変わらんな。先生、これは不公平じゃありませんか。せっかく三冠に来たんだ、うちの子の得意な種目もやってくださいよ。わかりましたよ。とりゃーみんなとりゃーよ。先生、これも不公平だと思いません。勝手にしてくれ。こっち向いて。あなた、やってるわよ。うん、あら、我が子ながら立派な姿だ。ほんと。みんな注目。最近学校の校則を守らない者が目につく。そこで今日は父兄の見ている前で規則について話し合ってもらいたい。まったく親のしつけがなってないからそういうことになるんですよ。先生、いつも真っ先に廊下を飛んだり光線技を使うのはマックン君です。委員長の僕が言うのだから間違いありません。バルオのやつ覚えてる。親子揃ってバルタン星人に頭が上がらないとは。いいじゃないですか、子供にはそれぐらいの元気があったって。父兄は口出ししないように。すいません。あとそれとエレスケ君、キドキチ君、ドラカズ君です。今委員長に名前を呼ばれた人はちょっと立って。さあ、父兄の前でもう規則違反はしないと誓えますか。そうだ、君たち誓いたまえ。ドラカズ、誓うことはねえぞ。お父さん、だいたい俺ら空を飛んじゃいけねえっちゅう規則が気に入らねえんで。そうだ、この羽は一体何のためについてると思ってんだ。これはうちわじゃねえんだぞ。俺もな、一言言いてやね。電気屋の一人息子が放電光線を禁止されちゃ商売手伝いねえじゃねえか。俺も前々から思ってたんだ。たまには息子の吐いてくれた火でタバコを吸ってみたいってね。親のくせに何ていうことを言うんですか。たかが教師のくせに親の断りもなく子供に指図するな。なんだと。私の教育の邪魔をする者はたとえ親でも許さんぞ。ウルトラオーラの裏切り者。たげかわしいわ、子供の喧嘩に親がシャシャリ出るなんて。所詮は元悪役怪獣さ。そうだ、これは悪なんだ。今こそ僕の正義が求められているんだ。よし、今日こそ僕はヒーローとして復活するぞ。シュワ。やめろ。見たか、マックンよ、お父さんの強さを。校長先生、安心してください。悪は僕がやっつけました。何が悪だ、学校のものをこんなに無茶苦茶にしよってからに。お呼びでなかったみたいですね。
親が学校の規則を破ってどうするんだ。シュワッチ。この面目丸つぶれ。こうしてウルトラマンの正義感は空振りに終わった。時代はもはや正義のヒーローを必要としていないのだろうか。それでも飛べウルトラマン、急げウルトラマン。ショップでウルトラマングレートが君を待っている。